けましておめでとうございます。あけましておめでとうございます。ちょっと明日からコンサートリハとかいろいろ復帰するので、ちょっと覚えることがありすぎて長くはできないんですけど、ちょっとだけショールームしようかなと思います。誕生日しようかと思ったよね。私も誕生日しようかと思ったこれ誕生日しようなのかなと思った。違いましたね、バレンタインか。そういうこと。フェブラリー、元気です。なんなら結構ずっと元気ですね。チャットで9時過ぎからショールームしますとか言ったんですけど、私その何時からとか待てなくって、いつもなんか準備できたら始めちゃうんですけど、もう準備できちゃって、正直ここで5分ぐらいこうやって座ってたんですよ。ずっとここでぼーっとして座ってたんですけど、これ早く始めた方が私長くはできないんで、ちょっとなんか覚える時間が増えるんじゃないかと思って。でもなんだっけ、チャットだとね5分後に送られるんですよ。だからね、病み上がり感ある。本当は多分病み上がりっていうか、何もつけてないからだと思いますよ。何もつけてない状態だから、ちょっと病み上がり感出ちゃってますね。多分いつもこんな感じです。前髪さ、思ったほど伸びてないんだよね。もともとこの浮いててさ、前髪が。そうなるとなんか別にそんなに伸びてない気がする。でも美容室で私なんか生え癖で、髪の前髪の生え癖でなんかまっすぐ切ってもらってるのに、左の方が長いんですよ。なんかつむじがこっち回りかなんかで、こっち回りかなんかで右の方が上がっちゃって左の方が下がっちゃうんですよ。なので左側を1ミリだけ切ってもらいました。左側だけだから今まっすぐ。ちょっとさ、コンタクトが。4期揃うパジャドラユニットなんかある？まだわかんない。いつ
いつ全員するかマジで分かんないし、今のところ私はなんかユニットの変動があったかと言われると分からないな。私さ、メガネがさ度数が合ってないし、なんかもう福岡に来て1年目ぐらいに買ったやつをずっと使ってるからさ、このさ、こことかがさゆるゆるでさ、なんか家でもコンタクトつけちゃうんだよね、すぐで、お風呂入ったからさちょっとコンタクトが、かといってさ、メガネを新しく買ったところでさ、基本的にメガネとかでお邪魔だなって思っちゃう人だからさ、多分つけないんだよね。目が酸欠になる、初めて聞いた。レーシックしたいね、めっちゃレーシックしたい。でも怖い、バレンティンの可愛くて初めて生写真買ったよだってマジ、なんか名前的にすごい昔からいる人な気がするんだけど、初めて、あれ違うかな、そう、バレンティンの衣装可愛いよね。しかもあの日はさちょっと疲れててあれ撮った時いつだったんだっけな。てかあの日はね結構ね不思議な生写撮影が多かったのよ。なんかね、まだ多分まだ出てないんだけど、まだ出てないんだけどちょっと不思議なやつが多くって、あ11月とかに多分撮ったのよあれ。10月、12月とか11月とかのなんかあのもういっぱいいろんなことが立て込んでる時期に撮って、もうさ疲れてたりとかしたらもうなんかね変なことしてないとね頑張れない日があるのよなんか変なことしないと頑張れない日がだったの、生写真の日が。でしかも本当に本当になんか不思議系なやつが多くって、それこそ Y3K とかなんじゃないかな、 Y3K とか撮った日かな、違うかもしれない、全然違うかもしれないんだけどそうだからなんかでっかいの2個、ハートの一番でっかいやつ2個ポンポンってつけてみた。日本語で頼むって言われてんだけど、私ずっと日本語喋ってんだけど、変なことしないと頑張れない日の相方は主にあきちゃん、違うね、この間はね渋いだったね、ちょうど私がそれをやってるぐらいの時に渋いが来たのかな、私のね後に渋いだったのよ。でなんか多分渋いはメイクさんのおもちゃでもあるから言い方悪いんだけど言い方悪いんだけど、渋いはメイクさんのおもちゃでもあるから、渋いちゃんどれつけるって、あれね髪飾りね結構自由だったのよ。髪飾りはなんかこう自分の髪型に合わせてなんか好きなのつけていいよみたいな感じだったの、衣装とは別で。そしたら多分石尾さんから、あ、ねねちゃんこれ使ってたよみたいな多分言われてんのよねねちゃんこれとこれ使ってたよみたいな、これとこれつけてたよって多分もてはやされて、えみたいな、渋いちゃんめっちゃ可愛いじゃんみたいな多分言われてんのよ、渋いちゃんめっちゃ似合ってるよみたいなことを多分メイクさんに言われて、渋いがねねの真似してましたねその後あのラブ注入してる
渋いの動画が送られてきました。多分別日かな、別日だったのかな、忘れちゃった。真似したいお年頃だね。多分ね、多分あのでっかいハートを2つつけてるのは私と渋いだけだと思う。フリ最近何見たって、本当に何にも見てない。最近全然いいのに巡り合えなくて、つけては消してつけては消してってしてる。でさ、なんかイカゲームとかのことをさ、最近すごいさツイッターとかで回ってくるからさ、とうとう始まんのかと思ったらさ、イカゲーム始まるの10月らしいよ。10月かいみたいなって思った。イカゲームだけを楽しみに生きてる。薬屋の独り言見てないですね。なんかひじりとかみるんさんとか見てるんじゃないの。でもね、私めっちゃ前に漫画で読んでたんですよ。マジでめっちゃ前、しかもちょっとだけ。わ、リュウクさん、お城ありがとうございます。ちょっと久しぶりすぎてそういうのすごい見逃してそう。リュウクさんありがとうございます。これは何、このスキーってやつもお城と同等なの。高橋康樹さん、わ、久しぶりに呼んだ。ショールームでショールームで呼ぶ名前ありがとうございます。ルームでしか呼ばない名前が。ブラッシュアップライフ見ました、やっと。最近見たのはブラッシュアップライフとビバン、ビバン、ビバンとビバン。ビバンがあのなんだっけ、ネットフリックスに出てて、それで見ましたね。ブラッシュアップライフもね、多分ね、ネットフリックスで見たんだよね、私は。あとあれね、IWGP 池袋ウエストゲートパーク、あれめっちゃ面白かったね。やす19833さん、ありがとうございます。これはなんだ、バレンタインデーっぽいやつ、ありがとうございます。なんか IWGP はなんか流行ってるっていうか、なんかすごいネットフリックスにおすすめされてたの。ずっとネットフリックスにおすすめされてて、で一人で家にいるときに1話を見たんだけど、なんかやっぱ途中でやめちゃうやつってあるじゃん。で私いまいちどういうドラマか知らずに見てて、で見てたんだけど、なんかね話の展開がね始まる前になんかもうダメになっちゃって、途中で見るのやめちゃったの。なんかマジでまだね誰も死んでない、あるかダメかな、じゃあまだ何にも展開が起きてないところで、だからこれどういうドラマか分かんないなと思ってね、見るのやめちゃったんで、そのままお正月に実家に帰った時に、そうだったんだよねみたいな、あのドラマはこれダメだったんだよねみたいな言ってたら、なんかはぁみたいな、妹に、
何やってんのみたいな、それおかしいよみたいな感じで言われてあーはいみたいなすいませんみたいになって、でお正月にもうちょっと見始めたら一晩で7話まで見てドハマり2日間で見終わりました。ソイルホースさんありがとうございます。バレンタインっぽいやつ。早々のフリーレンもね見ようと思って見てないですね。木更津キャッツアイとかね、そうなんか聞いた、それもめっちゃネットフリックスにおすすめされてるけどまだ見てないですね。で行き着いた先がボスだったねボスもでも4話くらいまでしか見、3話ぐらいかな、3、4話ぐらいまでしか見てないんだけどボス見てたね。気づいたらボス見てたね。やっぱあの時代もやっぱ私のさ、そういう自分の世代のドラマ見たくなっちゃってさ、ボスいいですよね。なんかいいよね。なんかやっぱね、私ってやっぱ何にも考えずに見てるやつが好きなのよ。それこそなんていうの、なんかこう恋愛系とかも見れないし、なんかすごいこう重たいヒューマンドラマ系、なんていうのこう友情系とかもあんまり見れなくて、なんかこう面白くて何にも、考察系とかは好き。なんていうの、感情がなんかこうギューってなっちゃうのはね、あんまね苦手てかあんまり見なくて、だから勇者ヨシヒコとかマジで私各パート10回ぐらい見てんだけど、勇者ヨシヒコとかあの銀魂とかなんかもう本当に何にも考えずにぼーっと見れるやつはもう何回も見ちゃうんだけど、なんかなんだろうな、そうだね、感情が動く系。スペックとかも好き。なんかミステリー系とか好きなんだけど、こう人間関係系が多分ダメなんですよね。そう、笑って見れたり、なんかこうドキドキヒヤヒヤ系とかは好きなの。で懐かしくてあれも見た、 F になるかな、 F になる、 N のために F になる、どっちかどっちかだね。武井絵美さんのやつです、ミステリー系のやつ。あれどっちかな、名前がいつも覚えられなくて、なんか同じ時期にやってたからどっちか分かんないんだよ。 F になるか。私がね中学校かな、中学校の修学旅行の時に一番怖いシーンで、それをふと思い出して見たくなって、新空港選挙、あれは見てましたよ。見てましたっていうか後日一気見したんだけど、病院の方、病院選挙、ん、なんだっけ名前忘れた、病院、ん、病棟選挙、ん、なんだっけ、見ましたね。最近はね、なんかそうリーガルハイとか、最近そのなんていうの、私が大病院選挙か、こう私が小学校とか中学校とかくらいの時に見てたようなやつをね見たいんですよ。あれもね見れなかったの、今思い出したんだけど忘れちゃった。電車のやつ、電車のやつだってなんとか急行殺人事件、ん、なんだっけ、トークサバイバーを見ました。2も1も2もなん
なんとかオリエント急行、オリエント急行、それもみんなが電車に乗ったぐらいでやめちゃった。半沢直樹とか一周回ってちゃんと見たことないね。夜行観覧車はもう見れないです。あれは胸が苦しくて見れない。ゲーム以外の韓国ドラマはあの後にあれなんだっけ、名前いつも忘れちゃうんだよね。見たやつ忘れちゃうんだよ。なんか今和の国も見ました。牛島くんも何回も見てる。あれ銀行せんなんとかハウス、ペーパーハウス、ペーパーハウス見ましたね。ライアーゲームももう全部5回ぐらい見ました。ペーパーハウスとカイジもう何回も見ました。ペーパーハウスじゃない、カイジとライアーゲームを何回も見た。でペーパーハウスの韓国のドラマを見た。ペンディングトレインね、見てた。なんか見たことあるなと思ったんですよ。ペンディングトレイン見てましたね。あともう一個ね、なんか復習するやつ見たんですよ。復習するやつ忘れちゃった。中継なんかお父さんが、お父さんが、マフィアかなんかに潜入捜査してて、でお父さんが誰かに殺されちゃって、それを家の鍵穴じゃない、なんか覗き穴から見てなかったのかな、なんかでなんか誰が殺したか分かんなくて、でなんだっけ、それでその人もお父さんが行ったマフィアのとこに入って、で警察官になってお父さんを殺した犯人を探すやつ。デスノートも見ましたね。でもなんか最近見たってよりかはコロナ禍に見たものが多いか。こんなドラマの話ばっかり。花さんがね教えてくれるんですよ。あれ見た、あれ見たって言って、あー見ようと思っても見てないですねみたいな言って、絶対見てみたいな、絶対あれ
れ見た方がいいよみたいな。だいたい花さんが最後の一押しですね。なんかで花さんはね、私がそういう恋愛系とかを見ないのが分かってるから、そういう私が見そうなものをおすすめしてくれるんですよ。それこそブラッシュアップライフとか、そうだから最後の一押しですね。だいたいいつも。今やってるアニメはね見てなくて、今はマッシュルが溜まるのを待ってます。ちょっと前にマッシュル見てて、でマッシュルがシーズン2始まったんですけど、私アニメは一気見したい派なのでマッシュル見てますね。マッシュル待ってる。適切にも程があるね。すごい面白そうだよね。スパイファミリー実は見たことないんだよね、まだ。そう、完結しないと続きが気になっちゃって、そうドラマもアニメも漫画も全てにおいて完結してないと続きが待てなくって見れないんですよ。だから鬼滅とかも終わってから見始めたし、進撃の巨人とかも多分終わってから全部漫画読んだ気がする。配信が珍しすぎて通知嘘やと思ってて、だってそんな面白すぎる。逆にね、不思議だよね、これってさ早すぎてゆっくりに見えるってさ、本当にこれだよね。ありえなく今年年女です。髪の毛は一時これです。染め直しに行かなきゃいけないっちゃいけないんだけど、1月と2月は本当に何にもないので、ちょっとあんまりしない髪型を楽しんでいます。あ、秋吉さんのとのラブラビ聞いてくれてありがとう。髪の毛伸ばすかはね悩みどころだけど、伸ばすの待てないんだよね。最近寝寝押しになったクラスの男友達とバレンタイン公園行くね。だって可愛い。
ね、歩くの早いですめっちゃ。何曲ぐらい覚えないといけないかっていうと、いや大体覚えなきゃいけない曲は覚えてるんですけど、なんか今回卒業コンサートもあるんですけど、全体的にいつもやってるポジションとずれてることが多くって、なのでそれをもう一回確認しなきゃいけないのと、先に昼公演やって夜公演をやって、私が参加するのが夜公演からなんですけど、私合わせでもしかしたら何かをやろうって急になった時に私できるか分かんないんで、ちょっともう一回ちゃんと見ないといけない。4期が2人になっちゃいますが、あきちゃんとどっちが先とか話しますっていやなんか意図的に話すことはないんだけど、多分それは2人どっちもお互いにそんなに明確なことが何にもないっていうのがあれなんだけど、あきちゃんにはめっちゃせーのでやめようねって言われますせーのでやめようね、圧強めに。挑発と同時、同時ってむずいよな。私たちはやばい。なんかさ、ずっと気になってるんだけどさ、この私のこのアバターは一体何の衣装を着ているの？なんかこの真っ白の衣装は何？なんの？これ私？そもそも。知らない間にいろんなことが。ショールームしてるってびっくりして、え、星名がなくなったの？確かに星じゃなくてなんかコンペイトーみたいなの、これ？え、でも星も投げられてる？ん？違う、これはゴールドがかかっている、このコンペイトーみたいなのが星なの？それとも星投げっていう制度なくなったの？キラキラ星になったんだいやー、キラキラ星になったんだ、いやーかわちい、すごい面白いんだけど、星投げ禁止になってキラキラ星になったんだ、かわちい、なにそれ、いやー面白い、何これ
48グループ初代モテクイーン決定戦信じられない何の決定戦やってんのえ何この初代モテクイーン決定戦って何え何これそんなことやってんの。しかも現在72位なんだけど72位って低くない72位なんだけど、やだやめてよ、恥ずかしいから出さないで。10位以上、上位10位だけ出してよ。72位なんて恥ずかしいから出さないで。レイリーさんモテクイーン目指してんのそうなのえ、でもモテクイーンになったら何なの、モテクイーンになったら何になるの。あ、アイチーとかクリアムちゃんは確かにモテクイーンになりたそうだけど、エミリーさんモテクイーンな目指してんだ今。え、何これ、モテクイーンになったら何になるの。なんかもらえるんか。確かになんか来てたかもな、何かがもらえるのか。モテクイーン、ショールーム、ショールームイベント、おお、え、めっちゃいいものもらえるやん。これモテクイーンめっちゃ、そりゃエミリーさんモテクイーン目指すよ。なるほどね。何もらえるかちょっと生々しいから秘密にしとくわでもなんかあのバレンタイン系です、バレンタインプレゼント系、お菓子詰め合わせとかで、クイーンに、クイーンポイントがたまったらすごい色いいものがもらえるみたいな感じっぽいなんか言っていいのか分かんないし私なんかみんな知ってるのかなと思ってすごい話題にしちゃったんだけど、あ、みんな知ってるやん。60万ポイント達成でデパコスセットプレゼント、お菓子の詰め合わせプレゼントだよ、25万ポイントでみんな知ってるやんけ。モテ構成ってどんな感じ、それな人によるだろイベントページに書いてあるんかい。めっちゃ面白いな、エミリーさんがモテクイーン目指してるっていうコメントがめちゃめちゃ面白いね。なんかわかんないけど、なんていうかな、字面がエミリーモテポイン、違う、モテクイーン目指してるからみたいなさコメント出箱セットちょっと欲しいね。ただ72気まずいからあんまりバヤさないでほしいな私に関してはそのさ、ポイントが溜まってるかどうかの見方も分かんないし、
してそのさエミリーさんに伝えてきますっていうのやめてよ。そうやってしてさ何が目的なの。ねえ、じゃあうちの役いいんだよ。あはあ、高橋やすきさんタワーありがとうございます。やばい、9時前に始めたのにあっという間に9時半になってしまいました。そして充電が、この iPad を使って今から練習するのに充電がない。そろそろ終わりましょう。70人いてバラされるのも恥ずかしいし。今5万ポイントぐらいだったよ。お菓子の詰め合わせもらうにもあと5倍のポイントを貯めないといけないんだけど、デパコスセットをもらうにはあと5でしょう。12倍ですかね。もうバラさないね。秋吉さん82だってねえ。だからさ、この上位だけでいいじゃん。もうさ70とか82とかもうバラさないでよ。やめてくれ。やべ、エミリーさんにバレた。ねねちゃんがショールームしてるってびっくりしてるけど、ねねちゃんもう終わりますよ。72さんって呼ぶな。みんなして72って言ってくるな。ちょっと充電がなくなってきたので急いで充電して、72言ってくるな。じゃあみんな急に始めたんですけど見てくれてありがとうございました。私はこれからこの1週間のブランクを取り戻すために頑張ります。じゃあみんなありがとう。それではおやすみなさい。ちなみにもう私絶対72のこと明日には忘れてるから72ってうちは見ても何にも反応しないと思うけど、これは振りとかじゃなくリアルにね。まあ忘れちゃうと思うんですけど。急に始めたけどありがとうございました。切り方はギリわかります。切り方だけは変わってない。じゃあねー、ありがとう、おやすみー。